い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあこの広い町さらにちょっと見ていきましょうか。見ていきましょう。あ、ここヘアサロンじゃない？寒い町こそ氷タイプ、雪はみとかぴったりでしょ。いろんなところにおるよね、雪はみ。寒い町こそ炎タイプ、ヤクデと一緒でぬくぬくよ。なんで女の人がそんなヤクデとか、可愛くないのにあれ。不気味やのにめちゃくちゃ。可愛いとは言ってません。髪型を変えてリーグカードを編集。一番の髪型が決まらなくてずっと繰り返しているの。同じ髪型でも人によって印象は違いますからね。ヘアサロンがあるってことはここにはブティックもあるかな。ヘアアレンジしていこうか。よし。メイクアップもどうやろう。メイクアップってどんな感じなんかな。とりあえず今回はねー、ん？あー、ボブヘア最初のやつよね。これ髪型増えていったりとかするんかな。そんなことはせんのかな。ちょっとよくわからないんだけど。ウェーブロング、ギブソンアタック。今までギブソンアタックじゃない。ギブソンタックやったよね。攻撃しないでください。ミディアムパーマにしてこ。なし。パッツン。重め。あ、重めで。重めで、まあ、色は軽めにしとけば。ダークブラウンぐらいが可愛いかな。今までライトベージュやったよね。ピンクブラウン、ホワイト、グリーン、ブルー。ピンクにしてこーっと。もうガラッと変えていく。ポップが誰かわからなくなるほどに。はい、これで。あ、違う、重め。雰囲気変わるわね、素敵。この内容で OK かしら。 OK です。じゃあカットするわね。カットというか逆に伸ばしてないズラです、ね、はい、どうもお疲れ様でした。とっても似合ってるわよ。帽子はどうしたいとかあるかしら。かぶります。じゃあいい感じにかぶせちゃうわ。はい、ポケモンリーグカードも印刷し直して、あのメイクアップもやってみたい。どんな感じ？ OK、 それじゃあ席に案内するわね。荷物は預かっちゃうわ。さてと、今日はどんな感じにしようかしら。眉毛とか見えねえんだけど。全く見えない。普通でいいかな。これは眉毛の色ですか？わからないよ。目尻ボリューム。ああ、そういう感じ。全体ボリューム。ボリュームついたのか。ああ、なるほどね。目尻ボリュームにして。あ、目の色が。髪色変えたけんね。目の色もそれに合わせて変えるというのは、ありな感じがする。何色がいいんだ？てか今まで何色やったっけ？ラベンダーやった？覚えてない。レインボー怖い。あ、ダークとかやばいね。ラブリー、エース。いや、そういうのじゃない。そういうのではないな。ブラウンぐらいがちょうどいいかな。で？あ、すごい。ちゃんと口紅つく。まあ、微妙な感じではあるけど。レッドぐらいがちょうどいいんじゃない？ブルー、グリーンはちょっとな。レッド、ピンク、レッドでいこう。こんな感じ。ほぼ変わらんけど。はい。でもまあ目は思いっきり変わったんかな。どう？ちょっとケバいです。キラン。はい、どうもお疲れ様でした。とっても似合ってるわよ。ありがとう。よし。じゃああとはファッションを買いに行こう。もう思いっきり変わったね。すごいね。いいね。あ、かわいい、かわいい。あ、あれか、ブティック。その前に、人んちにもお邪魔していこう。どうも。ポケモン図鑑完成したら、達成感すごいと思う。それは思う。私、今までポケモン図鑑完成したことないもん。マジで完成したことないもん。どのシリーズでも。どうも。スノーボールファイト。ポケモンと一緒に雪合戦大好き。いいね、雪合戦。あったかい雪があればもっと外で遊べるのに。それは雪ではないな。
まあ、うん、わかるけども気持ちは。ドラゴンタイプは寒がりなのかな。氷タイプが苦手なんだよね。そうなんや。ドラゴンには氷がいいんや。初めて知った。ん、お客さんおらんくない？一緒にいるポケモンをもっと可愛く引き立てるコーディネートをアピールしないと。どんなコーディネートおったわ、お客さん。たくましい肩幅を生かせるシルエットの服はどうですか？自分体温が高いので薄着でも大丈夫っす。こんな場所でもそんな薄着、それはちょっとどうだ。ブティックへようこそ。何かお探しでしょうか？どんな感じがいいかな。パンクカットソー、ちょっと先に上着の方を。ああ、モコモコボアコートいいね。髪型的にもそういうの似合うと思うんだ、きっと。どうやろう。でもピンクにピンクっていうのはあれやけんね。オレンジにしていこう。そして中身は悪巧み、驚かす。でその辺あんま見えんけんな。あ、七分丈シャツ中に入れるのいいね。なんかあの袖が、袖じゃないわ、襟がある感じが可愛いかも。ストライプ、ボルドー、ボルドーいいかな。おしゃれな感じする。あー、ホワイトも捨てがたい。いや、ボルドーでいくわ。そして、あー、なるほど、下ワンピースにするという手があるのか。どうしよう、かわいい。これいい感じに帽子と合っとるけど。サテンプリーツドレス。ちょっと待って、さっきあれやん、高いやつ買ってしまったやん。この辺は？あ、かわいい。めっちゃいい。めっちゃいい。ボアショートブーツめっちゃいい。ボルドー。ボルドーで行こう。で、靴下は？靴下ないんや。フリルリュック。もうなんか一気に甘々な感じになっていくこの感じ。いいね。フリルリュックもボルドー？ちょっと統一感ある感じでいいよね。ボルドーでいきますか。よし。超かわいいけど。めっちゃかわいいけど、お金が足りないから。今はこれで我慢しようか。見るだけ。超かわいい。フライトキャップなんや、これ。フライトキャップ、かわいい。超もっこもこやん。とりあえず、これで。ありがとうございました。別の服に着替えるときはフィッティングルームをぜひご利用くださいね。だいぶ雰囲気変わった。お金もだいぶなくなりました。よき。全身もこもこ。いやー、この時期いいっすね。この場所にもいいし。おーおーおー、暑いよ暑いよ。石畳はひんやりしていて、雪が降るとすぐに積もっちゃう。お、アイテムまで落ちてる、こんなところに。アユナは技マシーン51、つららばりを見つけた。鋭いつららを相手に発射して攻撃する。2回から5回の間連続で出す。連続技か。勝負からできる限り不確実な要素をなくしても、最後は時の運というか。負けそうと思っていたら相手の急所に当たって。ああ、そういうのも運やね。ジムチャレンジに出れなくてもポケモン勝負を楽しむ人はたくさんいるし、そもそも勝負しない人もいるもんな。まあポケモンを飼っとるだけの人もおるよね、そりゃ。英雄が傷ついた体を癒していた温泉らしいよ。温泉ってそういう話よくあるよね。愛媛の道後温泉もあるもん。聖徳太子が入っとったみたいな。壁画に書かれているのってもしかしてペルシアン？ペルシアン？マジで？一応ペルシアンの存在はあるんやね。ドラゴンタイプの中で最強の技、流星群というのね。この技を君のポケモンに覚えさせるか。え、覚えさせてくれるん？技を覚えさせるポケモン。あれ？ギャラドスは覚えれないの？どれがギャラドスかちょっとよくわからんけど。おらんのかな？オンバットしか覚えれんやん。まあでも覚えさせてくれるんなら覚えさせて。どの技を忘れさせるのだ？オンバットって飛行ドラゴンなんや。
じゃあちょっと超音波を忘れて流星群覚えよ。へえ、やった、新しく流星群覚えた。流星群は確かにドラゴンタイプ最強の技だが、使うと自分の特攻がガクッと下がってしまうのだ。なるほど、一応そういう面もあると。忘れちゃいけないのが愛の戦士だね。お、注目されている。なんかすごいね、噂されよる。僕がチェックしているのはホップ選手にマリー選手。お、ホップも注目されとるやん。極楽極楽。この世界の子供たちは子供らしくない子たちばっかりだな。ミックスオレ、とても甘いジュース。ポケモン1匹の HP を70だけ回復する。やっぱお風呂上がりにってこと？お風呂上がり。私はいつでもイチゴオレがいいですどんな時でもイチゴオレがいいです。ジムリーダーの試合はスタジアムのモニターで見てる。ふんふんふん。びっくりした、またおったわ雪はみまたおった。さっきから人に話しかけようとするとポケモンに。寒いと気分下がるでしょ。でもダルマッカは冷えるほど力を蓄えられていいんだよ。この子の名前かな、ダルマッカ。かわいい。お得な掲示板、ポケモン図鑑に表示されているおすすめポケモンですが、すべて捕まえるか1日経過するとおすすめポケモンも更新されます。おすすめポケモンって何？今初めて聞いたんやけど。ポケモン図鑑、今のおすすめ。これ何、おすすめって意味わからんねえけど捕まえるのにおすすめとかあるん？謎。これぐらいかな、観光は。さあ、ってことでジムに向かいますか。おう、ホップ、だいぶ雰囲気変わったやろ私こっちを見ていませんね。くそー、負けたぞ。え、負けたん？マジで。岩タイプへの対策足りていなかったのか。兄貴の真似をしたのに。ほら、リーグカードだ。お前も戦うべき。ジムリーダーをチェックしておけよ。アイナはマクワのリーグカードをもらった。マクワ、岩タイプね。俺のチーム、どのメンバーで行くか迷っていないで決めないとな。頑張れ、ホップ。あ、今回は何？毎度おなじみ、僕、ボールガイダボルよ。願い星に選ばれた君に素敵なボールをあげちゃうボル。アイナはムーンボールを手に入れた。ムーンボール。月の石で進化するポケモンが捕まえやすくなるちょっと変わったボール。めちゃくちゃ限られてくるね。ムーンボールは月の石で進化するポケモンを捕まえやすいボールなんだボル。いやはや、ボールって本当に奥が深いボルね。もうピッピとかその辺のイメージしかないぞ。苦手なタイプに立ち向かう。勇気だけではダメだ。作戦や戦略があってこそ勇気が生まれるんだ。まあね、勇気だけじゃね。あいつニュースで取り上げられたよな。私のことかしら。あのトレーナーよ、最近目立ってるの。陰口っぽい言い方ですね。でもジム以外でも噂されよったのがちょっと嬉しいそろそろ終わりが近いからって油断しちゃダメなんだよ。頑張ります。雪降る街での試合、私を応援してるようだ。そんなことないよ、私だよきっと私だよ。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。めっちゃ可愛い格好最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、やっぱおしゃれってすごいテンション上がるね。帽子も変えたかったけど、今の帽子でもまあ十分可愛いような気するし、全体的に結構統一感も出たかな。良きやね